皆さんどうも、今回は J1 第33節サンフレッチェ広島対ガンバ大阪について振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合なんですが、サンフレにとってエディスタでの最後の試合となりました。超満員のラストエディスタっていうのは本当に迫力がありましたし、いろんなものが蘇ってくる一戦でもあったんじゃないかなと僕は感じます。まあだからこそっていうのもあると思いますし、林選手の引退っていうのもあると思いますし、サンフレはかなり立ち上がりからハイテンション でなおかつゴールに迫っていく迫力っていうのがとてもとてもすごかったと僕は思いました。でそれによってガンバ大阪を圧倒していましたし、終始それを続けていくことで本当に最高の締めくくりとなったんじゃないかなと思います。じゃあどのようにサンフレがガンバ大阪を圧倒していたのかってことについて話していこうと思います。まずやっぱり話していきたいのはガンバ大阪のプレッシング、守備のところをどのようにサンフレが回避していっていたのかってことについてをまずは話していきます。この試合なんですが、青山選手が先発でプレーをしていました。青山選手の良さがかなり出た試合だったと僕は感じますし、彼がいることによって得られるものっていうのは本当に多くあったんじゃないかなと思います。でこの試合なんですが、ガンバ大阪は 5-2-3 のプレッシングを行っていきます。でそれに対してサンフレッチェ広島は前半特に佐々木翔選手を中心に攻撃を仕掛けることっていうのができていたんじゃないかなと思いました。ガンバは佐々木選手、荒木選手、塩谷選手に対して飯野選手、鈴木選手、倉田選手、この3人が出ている形を取っていきながら、青山選手、河村選手に対してはダワン選手、山本選手、ここの当てはめっていうのはかなり意識してプレッシングを行っていくんですが、ここのダワン選手と山本選手を青山選手と河村選手がしっかりとピン止めすることができていたんで、ここのエリアっていうのが空いていて、うまくガンバ大阪はこの黄色のエリアで迎撃を作りたかったんでしょうけど、それをうまく回避することっていうのはサンフレができていたんじゃないかなと思います。じゃあどのようにそれを回避していたのかっていうと、例えば佐々木選手でボールを持った時っていうのは倉田選手が前に出てくる形が多くなっていきます。ここの距離を利用して佐々木選手は縦パスを打ち込んでいくんですが、ここのやり取りっていうのがめちゃめちゃ良くて、じゃあどのように良かったかっていうと、まず東選手と半田選手、ここの距離を作りながらまずはボールの保持っていうのを考えていきます。でその際にやっぱここにスペースをサンフレッチェ広島は残すことが多かったんで、河村選手、青山選手は中央でとどまりながらダワン選手と山本選手、この2人をピン止めすることが多くなっていきます。でその際にこの3トップ、加藤選手、ビエラ選手、三田選手の離脱背後起点っていうのがめちゃめちゃ良くて、じゃあどのようにそれを作っていたかというと、まず離脱なんですけど、これを行うのが加藤選手になっていきます。でこの離脱を行った時にビエラ選手はここのとどまるんじゃなくて佐藤選手側に少し流れていくことで、ここの佐藤選手をピン止めする形が多くなっていました。でなおかつ三田選手がしっかりと寄ってくること でここの三角形の距離感をうまく保ちながら、加藤選手が離脱、ビエラ選手が起点、三田選手が背後っていう形を作り出していきます。でなおかつこの佐々木選手、東選手、離脱した加藤選手、ここのトライアングルもうまく作りながらコンビネーションを生み出すことっていうのができるようになっていました。じゃあなんでコンビネーションを生み出すことができていたかっていうと、まず東選手に対して例えばボールが入った時っていうのは半田選手が出てくる形が多くなってくるんで、ここの背後のスペースっていうのを加藤選手がシンプルに使っていくことで、一気に奥を取ってクロスからの攻撃っていうのを促すことがまずできるようになっていきます。で他にもあって、じゃあ例えば半田選手が東選手に対して早めに出ていった状況、プレスが間に合った状況っていうのは佐々木選手は加藤選手に縦パスを打ち込んでいくことで、加藤選手がしっかりとここでターンして起点を作っていくことができるようになっていきます。この際に加藤選手に対してダワン選手が寄ってくる形が多くなってくると、こういう逃げ道、河村選手へのレイオフの形でここで河村選手が起点を作って背後のスペースに東選手が出ていったり、逆サイド中野選手まで届けていくことで展開を広げれるような攻撃ができるようになっていました。で他にもあって、この加藤選手に対して佐藤選手がジャンプして出ていく形を取った時っていうのは、ビエラ選手に対して三浦選手がこういう風に寄ってくる形が多くなってくるんで、
まあ、ここの佐々木選手に入った時の加藤選手のフリックによってビエラ選手がしっかりとここで起点を作った時に加藤選手の動き直しだったり東選手のランニングだったり、もっと言うと川村選手のランニングっていうのもうまく使いながらここの背後のスペースっていうのを取れるようになっていたんじゃないかなと思います。でこの背後のスペースを取っていくことってここをうまく使いながらクロスからの攻撃っていうのも多く生み出すことができていましたし、でなおかつこの東選手がいることによって加藤選手がこういう風に降りてきた時に東選手がこういう風に走るんじゃなくてこの半田選手から離脱しながらこういうレイオフっていうのも作れるようになっていて、まあ、だからこそこのレイオフを作った時にじゃあここを誰が取っていくかというと川村選手になっていて、東選手がしっかりとサポートを行った際には川村選手がグーってランニングをして背後のスペースを取っていくことで停滞感っていうのが全然なかったですし、前へ前へっていうここの推進力だったりガンバ大阪を圧倒するような攻撃の方法っていうのをサンフレッチェ広島は作り出すことができていましたし、東選手、加藤選手、佐々木選手の先ほども言ったコンビネーションプレーと加藤選手、ビエラ選手、満田選手の離脱と背後と起点っていうのがめちゃめちゃハマっていた一戦だったんじゃないかなと思います。だからこそこの試合は川村選手のランニングがかなり効いていましたし、加藤選手が離脱することによっての川村選手との入れ替わりっていうのも作り出せるようになっていたんじゃないかなと思います。まあ、これが左サイドの攻撃なんですけど、右サイド、こちらのサイドもかなり保持のところでうまくいっていたんじゃないかなと思います。でこの試合先ほども言ったんですが青山選手が入ってきたことによってかなり多くのものをもたらすことができていました。で基本的にはやっぱり中央にとどまることが多かったんですが、塩谷選手がボールを持った時っていうのは中野選手がボールを引き取ることっていうのが多くなっていきます。でその際にサンフレッチェ広島の一つの課題としてセンターハーフの横のサポートっていうのが必要になってきていたんですが、青山選手はしっかりと満田選手とうまくつながりながら山本選手に対して数的優位の状況を作り出していきます。でそうするとやっぱり晒されるのは山本選手になってくるんですが、その晒された山本選手に対して中野選手は青山選手と満田選手の2つのパスコースっていうのを見出すことができるようになっていきます。だから青山選手はこういうふうに平行で中野選手から引き取る形っていうのも多くあって、ここの青山選手が引き取った時にこういうふうに背後への展開、逆サイドへの展開っていうのもかなり見られた一戦だったんじゃないかなと思います。でなおかつさっきも言ったここの満田選手、ビエラ選手、加藤選手、この3トップの離脱と背後と起点っていうのがめちゃめちゃハマっていて、満田選手が離脱しながらビエラ選手が止めて加藤選手がしっかりと背後を狙っていくことって逆サイド、特に右サイドで作った時の川村選手がここまで出ていく形が多くなっていたんですが、これができていたのはやっぱり青山選手とここの3人の離脱と起点と背後っていうのが機能していて、でこっち側に3トップが寄った時にやっぱ空いてくるのはここのスペースになってくるんで、ここのスペースにアタックしていくことができるようになっていたんじゃないかなと思います。で川村選手がこういう風にグッて上がってくるとやっぱりダワン選手も下がらないといけなくなるん でなおかつ全体3トップ全体が寄っているんで、ガンバ大阪もボールサイドに寄ってくることが多くなっていって、東選手への青山選手からの展開っていうのが多く見られた一戦だったんじゃないかなと思います。で青山選手のここの平行のうまさ、平行を作るうまさっていうのはやっぱめちゃめちゃいいなと思いましたし、サンフレッチェ広島に今必要なことで、これができるのはやっぱり青山選手だからこそこういう攻撃の展開だったり川村選手の特徴を生かしきるための攻撃となっていたんじゃないかなと思います。まあ、ここの鈴木選手に対しての管理の外への出方だったり山本選手に対しての数的優位の作り方っていうのはもうめちゃめちゃやっぱうまいなと改めて思いましたし、青山選手の判断の速さだったり、まあ、この試合ほとんど3タッチ以下でプレーをしていてファーストタッチの置きどころだったり、まあ、見えている景色っていうのがワクワクするもの、そこ見えるんだみたいなプレーが多くて、ここまでしっかりと積み上げてきたものをめちゃめちゃ出せた一戦だったんじゃないかなと思います。本当にスキッペ監督に対して選ばせに来ているパフォーマンスだったと思いますし、まあ、このパフォーマンスだったらサンフレッチェ広島の主力としても
戦えるパフォーマンスだったんじゃないかなと思います。まあ、本当にこの試合なんですけど圧倒していましたし、まあ、青山選手の守備の強度だったりはやっぱり前世紀と比べたら落ちてしまいますが、まあ、彼は彼なりの遅らせる守備だったりで川村選手、加藤選手、満田選手の守備のプレスバックを待つことができていたんで、まあ、彼らもかなり走れる選手ですし、彼らを待つことによってやっぱそこの自分の弱みっていうのを帳消しにする、まあ、消すこと、ぼかすことができていたんじゃないかなと思います。でここの青山選手と塩谷選手の入れ替わりもあって、これもやっぱ青山選手がいることによって、まあ、ここでプレーをしながら塩谷選手が上がってくると、まあ、中野選手が上がってくるんですが、まあ、その際には川村選手がしっかりと残って三田選手が離脱するか、まあ、それとも中野選手が下がって塩谷選手がこういう風に入ってきて、まあ、ここのトライアングルをうまく作り出すかみたいなところもありましたし、まあ、青山選手がいることによってここの縦パスのうまさだったり逆サイドの展開だったり、まあ、彼がやっぱオープンな状態でボールを持つといろんなところ様々な展開を促すことができるんだなと改めて感じる一戦でしたし、本当に高パフォーマンスだったんじゃないかなと僕は思います。まあ、フリックのプレーが多くてなんか危なっかしいなって思ったんですが、まあ、いざ見返してみるとフリックからの攻撃を作るための配置をうまく作り出していましたし、本当に面白い試合でした。で守備の局面でも、もうこれはもう圧巻のもので、サンフレッチェ広島がサンフレッチェ広島たるゆえんのプレッシングでしたし、もうめちゃめちゃ本当に面白かったです。まあ、最後のエディオンスタジアムでの試合っていうのも本当にあったと思いますけど、なんかもう見返すたびになんかグッとくるものがある、そしてとてもとても熱が伝わる一戦だったんで、ぜひ皆さんこの試合見返してみてください。はい、本当に面白く熱を感じる試合だったんで、勝ててよかったですし、もう言葉にならないぐらいのものを受け取れた一戦だったんで、エディオンスタジアム広島にも感謝したいですし、サンフレッチェ広島に関わる全ての人たちに感謝しながらこの試合見返していただきました。本当にありがとうございました。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。